勝手に沈むオフィスチェアを修理するには、まず、オフィスチェアの伸縮する部分のプラスチックのシリンダーを上か下に動かし、隠れている金属部分が見える状態にします。次に、オフィスチェアが動かないように横向きに寝かせるなどして、自分に合う高さに設定しましょう。座面をちょうど良い高さに決めたら、金属シリンダーの周りにホースクランプを巻き、できるだけきつく締め付けて、その位置にしっかりと固定します。